始める前に、処置の内容を患者に説明します。不快感の軽減に表面麻酔をすることや、遺憾を進める際に、演劇をしてもらう必要があることを患者に伝えます。挿入時に悪心、嘔吐をきたすこともあるため、患者の着衣、シーツを汚染しないように、クリニカルシーツかタオルを顎の下に広げておきます。また、納ンを用意しておきます。